この番組は立正佼成会の提供でお送りします。皆さんこんにちは。5月17日月曜日です。時刻は12時を回りました。始まりましたクニップ。この番組は前橋市の街中ケビックス元気21前橋1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。本日の担当は磯日彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、この番組クニップは前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など皆さんの身近な情報を中心にお届けしてまいります。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクニップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞよろしくお願いいたします。さあ、改めまして皆さんこんにちは。週末はいかがお過ごしでしたでしょうか。暑かったですね。土曜日は30度以上にもなり、県内は7月から8月並みの暑さとなりました。そして今週は雨の日がねちょっと続いてしまいます。関東ももしかすると5月で梅雨入りと言われているんですよね。もしも5月で梅雨入りになったら10年ぶりと言われております。またこの梅雨の時期から熱中症対策、皆さんしっかりよろしくお願いいたします。熱中症対策をしっかりして元気に梅雨の時期を乗り越えていきましょう。今週もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして本日のゲストの方ご紹介しましょう。12時25分台でルナパークからつくいさん、県立四季島公園から奈良さんです。そしておむすびのマム情報もございますのでお楽しみに。さらに12時40分台には群馬クレイサンダーズ情報をお伝えしてまいります。私あーちゃんと目崎のぞみさんが2人でね、昨日はちょっと取材の方に行かせていただきましたので、こう女子が感じたバスケット界の様子を、女子トークを繰り広げていけたらなと思います。そしてですね、ちょっと時間が戻ってしまうんですけど、12時15分過ぎとかには群馬県のプロスポーツのコーナーも月曜日ですからあります。群馬クレイサンダーズはもちろん、群馬ダイヤモンドペガサス、ダスパクサツ群馬も頑張っておりますのでね、3つのプロスポーツをお伝えしてまいりたいと思います。今日も1時までたくさん皆さんクリップしてくださいね。よろしくお願いいたします。また群馬クレイサンダーズの皆さんのお祝いメッセージとか優勝へ向けたメッセージなどもメールお待ちしております。アドレスは 845@maibashi.fm です。たくさんのメールお待ちしております。それでは時刻は12時4分を回ります。クリップ元気よくスタートです。さあ、時刻は12時16分を回っています。ここからは群馬のプロスポーツのコーナーです。このコーナーでは群馬県のプロスポーツ、バスケット群馬クレイサンダーズ、サッカーザスパクサツ群馬、野球群馬ダイヤモンドペガサス、こちらの3チームの情報をお届けしております。今週末最も暑かったのはもうこのチームですね。バスケット群馬クレイサンダーズ、皆さん大きな拍手をお願いします。なんと悲願の行きます、 B1 昇格です。やったー、万歳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 、参照ありがとうございます。もう選手の皆さん、監督コーチね、関係者の方はもちろんですけど、ブースターの皆さんの笑顔が輝いていますね。こう新聞からもすごく伝わってきますが、はい、実はですね、群馬クレイサンダーズは東
東地区に所属をしておりまして、東地区優勝しましたね。ということは次は西地区と合わせて、まあ、B2 のこの B2 の優勝を決めていくという試合、今プレーオフというものが開催中でございます。このプレーオフどんどん勝ち進んでいかないと、まあ優勝はできませんし、33連勝してる、ね、サンダーズも優勝できないんですよ、ここに勝たないと、ね、はい。でもこの試合を今勝ち進んでおりまして、優勝まであと一歩です。その前に週末 B1 昇格なるかというところの試合がありましたね。皆さんどうですか、バスケットライブとか群馬テレビさんの方とかでもね、中継が行われておりましたので、お家で見たよっていう方もいらっしゃれば、現地にね行かれたっていう方もいらっしゃると思いますけど、 B1 昇格、そして2年ぶり2度目の決勝進出を決めました。そして来週ではなく今週ですね、いよいよ優勝の試合が行われます。対戦相手は茨城ロボッツでございます。はい、10月以来試合はねやっていないということで、ちょっと楽しみなんですけど、ちょっとねテンポの速い試合にもなりそうですね。100点ゲームとかも期待にもなりそうなので楽しみだなと思います。クレイサンダーズの方もタレント揃いだと思いますけど、茨城の方もタレント揃いのねチームが揃っております。シーズンを通して1番目にいいチームがサンダーズで、次がこのロボッツなので、ね、なんかこうシーズンを通して見てみると、すごくね最後の決勝がいい試合が見えるのかななんて思って楽しみですね。はい、というわけで、私も取材の方に行かせていただきましたので、このあと40分台で目崎のぞみさんをお迎えして一緒にお話をしていきたいなと思います。ね、ぜひ皆さんも楽しんでいただけたらなと思います。また皆さんが感じたことをぜひメールください。メールアドレスは 845@maibashi.fm です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、そして、続いていきましょう。こちらですね、ザスパー、ザスパーはですね週末試合がありました。5月15日日曜日土曜日ということで、ザスパーはですねジュビロ磐田と対戦しましたが、惜しくも0対1で負けてしまいました。次回の試合は5月23日アウェイ戦で金沢との戦いになります。ふるさと納税でね今選手の皆さんに贈り物することができるんですけどね、久保田選手にイチゴが届いたそうです。喜んでおりましたね。そして群馬ダイヤモンドペガサス、こちらは野球でございます。週末はですね金土と、実はあの巨人軍が群馬県にやってきました。巨人の3軍なんですけど、城南球場の方にやってきました。私もね、レポーターの方で行かせていただきまして、いろいろと試合も見させていただいたんですけど、金曜日は6対6でもうどちらもね惜しいという試合でしたが、次の日はなんと17対1でした。皆さんこれジャイアンツが17でしょって思うでしょ。違うんです、なんと群馬ダイヤモンドペガサスがあの巨人に17得点取りました。拍手お願いしますね。え、素晴らしい試合を見せていただきました。はい、でね、いろんな選手を出して練習生の方も出てたんですけど、練習生の方がホームランを打ったりとかね、いろいろ楽しめた試合だったのではないでしょうか。今群馬ダイヤモンドペガサスは3地区で戦っておりまして、その中の中地区首位をキープしております。ただね、ここがもう大混戦でして皆さん目が離せない状況でございます。このねジャイアンツ戦でプロと戦った選手たちがこの後ねどう試合につなげていくかも大注目です。お楽しみに。というわけで以上、今日の群馬プロスポーツのコーナーでした。それでは12時40分台は群馬クレイサンダーズの女子トークをお楽しみに。皆さんも混ざってくださいね。それでは1曲お届けしましょう。この曲です、 NiziU で Take a Picture。5月17日月曜日、時刻は12時40分を回りました。さあ、ここからは前橋シティ FM のスタジオからクリップお届けしております。担当は
磯日彩香です。よろしくお願いします。皆さんお待たせいたしました。この時間はですね、私は先日群馬クレイサンダーズの、B1 昇格が決まった時の日に取材に行けたので、その時の様子を皆さんにお伝えできたらなと思います。それと同じように目先アナもですね一緒に行っておりましたので、この時間目先アナともお話をしていきます。目先さんよろしくお願いします。はい、お願いします。私たちのこの女子から見たそうね、あとあんまり詳しくない、うん、ちょっと目から見たっていうのもあるかもしれないね。そうか、目先さんは実はバスケットを、うん、そう、あんまり知らないっていうのが正直なところで、うんうんうん、まああーちゃんからね、いつもこうあーちゃんがいつも目先今年のサンダーズはっていう話をされてるのでまあそういう知識、はい、そのくらいの知識で行ったんですけど、うん、ちょっとそんな視点からね、はい、お話ができればいいなと思います。いいですね。という目先さんと、うん、私は小さい頃からバスケットを小学校2年生からずっとやってて、うん、特に今年はもう群馬クレイサンダーズを、うん、欠かさなかった欠かさないで見てました、うん、でも私もイベントライブがあるので、うん、現地には数回しか行けないんですけど、うん、ですね、バスケットライブで見させていただいたので、その2人が投稿していきたいと思います。はい、目先さんどうでしたか？いやなんかね率直にやっと本当朝のねちょっとお墓でも少し触れたんだけど、はい、やっぱ声がなくても音楽で楽しめるんだなって思いました。わかる。スポーツを音楽で楽しみました。バスケットは特にですよね、うん、やっぱりね常に音楽が鳴っていて、うんうん、こう応援の代わりに皆さんのね、はいはい、この応援グッズから出る音と、うん、もうなんか凄まじい、やっぱホーム戦っていうのもあったので、はいはい、大和ね市民体育館で行われたので、ホーム戦で行われるのでもちろんもう黄色一色で一色でしたね。でちょっとね相手のチームには申し訳ないんだけれども、相手のチームのねちょっとねちょっと こじんまりした感じにどうしてもなってしまったけど、やっぱすごいね盛り上がりがやっぱ違うなっていうのと、違いましたね、やっぱりさすがね優勝決定戦じゃないのに、はいはい、やっぱり B1 今 B2 で B1 に昇格できるかもしれないっていうのが、やっぱりねこう皆さんの気持ちをねかきたててたんじゃないかなって思いました。本当ですよね。その土曜日の試合が、うん、結構もう接戦だったじゃないですか。接戦だったね、あのね正直ね、はい、ほらいけるでしょみたいな、まあ、こんだけ勝ってますからね言われてたから、うん、まあ、まあまあいけるんじゃないかと、うんうんうん、ちょっと心のどこかでは思ってたんですよ。でふと、あそうだ今日土曜日だから1試合目があるんだと思って、そうです、ね、こう私はこう開いたわけですよ、お公式ホームページを、うん、そしたらえ負けてるじゃん。そうなんですよ、最初負けてました。思わずあーちゃんに連絡をしました。そうですね、負けてるんですけどどうする、大丈夫ですね、ザキさん落ち着いてください、どうするって、ここから勝負強いのがサンダースなんですよって思い、もうほら知識がそんなにないので、え負けてんじゃん、うんうんうん、うん、えどうするん。そしたらもう見事に逆転をしまして、野崎さんのねスリーポイントからパン、そうですね、あれはすごかったです ね以前もねケヤキウォークの方のスタジオにね、うん、野崎さん来ていただきましたし、ね、そうゲストにね来ていただいてお話もね聞いてる選手だったので、なんとなくねこう知ってる方だなっていうので、はいはい、うん、ちょっと見ることができたんですけど、うん、いやでもそれで最終的にはそんな劇的な勝利だったから、やっぱり日曜日はねどんな風になっていくのかなってすごく気になってたの で相手だって落とせないですからね、うん、だからやっぱりね試合は熱い試合でしたね。熱かったですね、うん、なんかファールが結構多くてね、もう、うん、え毎試合そんなにあるの？あそんなないです。やっぱりもうあそこはもう最後で、うん、でトレイさんとかも結構怪我とかもされてってね、うん、ちょっとこうね流血そうそうなんか鼻血出ちゃったの、うん、なんかそうそう鼻血も出ちゃってって言ってて ねでも私はその時のねあーちゃんの言葉が忘れられなくて、なんて言ったんですか。私たちが見てた席って本当にこう隅っこの方の席でね、はい、こうみんなパソコン開きながら、うん、こうみんな取材をしながら見てるので、私たちもいろいろ書きながら書いてましたね。そうでも結構止まっちゃうんだよね、試合のプレーが止まっちゃってて、でなんか血がこうフロアについてるので拭きますみたいな、うん、であーちゃんにあちょっと私はちょっと見えなくて、あーちゃん今何があるんかなって、目崎さん男の熱い喧嘩っすよ戦いって言ってたんですよ。あそうか、戦いって男の戦いっすよって男の戦いっすよって言っ
やってたんだっけ。そうですよ、もうね、その顔ね、これですよみたいなね、顔がね、コナちゃん楽しんでるなと思って。いや、いいんですよ、そのなんて言ったらハラハラドキドキって、うん、ね、選手たちにとってみればそんな思いしたくないですよ、やっぱり、うん、スマートに勝ちたいし、そう、ね、安定して、うん、だけど見てる側のお客さんって、これ阿久澤社長も記者会見でお話ししてたんですけど、うんうん、このハラハラドキドキがないとやっぱりファンは増えないって。そうね、あ、これって言っていいんだなって思いました、それ聞いた時に。社長がやってるんだからいいんだなって、うん、社長もね、なんかハラハラドキドキしたし、うん、そうそうそう、したくないところもあるけど、うん、でもやっぱこれが楽しみだからっていうことをね、出ましたね、言っててね。あ、でも私本当土曜日だったら多分私見れてなかったと思う。いや、確かに SNS だけでもね、もう結構ドキドキでしたもんね。どうなるんだろうみたいな、うん、でも更新がねちょっと気になっちゃったので。そうですね、ずっと更新しちゃった。でも日曜日のあの B1 昇格が決まった時はやはりもうすごかったですよね、会場内も。すごかった。だってもう試合がさ、うん、残り時間がもう15秒ぐらいでもうなんか、ね、試合じゃなくなってたもんね。うん、もうこうだ、ね、そう、もうなんかみんなうわーってなってて、ベンチもうわーってなってて、うん、あ、でもこれはやっぱり会場のそのね、行った人が目で感じられるなんかすごかったところかなって一個思いますね。そうですよね、なんか歴史的瞬間に立ち会ったなっていう感じがしました。一番ね、私たち離れたところにいたけどね。そうだねコートのコートのね、でも1階席で見ね、そうそう、メディアだったのでね、うん、あれなんですけど見られました。で、その後も、うん、あ、ちょっとじゃあこれかけていこうか。音かけたら大きくなっちゃいますかね。大丈夫だよ。あ、ちょっと大きい音の、うん、大丈夫です、大丈夫ですか。その後に記者会見を、はい、行かせていただいたんですけど、はい、その中でやっぱり 2ついいなって思ったところが私はあって、監督の言葉なんですけど、うん、1日目はあんまり選手が、まあ、決まった選手しか出れなかった、うん、けど2日目は結構本当全員の選手を出したじゃないですか、うん、あれって何だったんですかってこう聞いた時に、うん、泣きそうみんな出してB1 に昇格したかったんですっていう監督の言葉にもう鼻の穴が膨らんじゃってなんかまた泣きそうになっちゃいました。毛穴も全開みたいな感じで、素晴らしい、あ、こういう人柄の元で選手たちはプレーできて幸せなんだろうなって思いましたし、うん、ロッカールームで監督がかけた言葉は何ですかっていう言葉に対して、うん、ホームで開催だぞ、ここにいるみんながお前たちの味方だぞって言って送り出したと。あとベンチではなんて言ったんですかって言ったら、うん、リバウンドっていうのはもちろんだったんですけど、うん、歓声を聞きなさいって言ったんですって。どこまでブースターのことをなんかこう思ってくれてるんですかみたいな、一ファンとしてすごい嬉しかったです。そうね、忘れてないんだなって、ブースターを忘れてないんだなって思いましたね。あとは番外編なんですけど、すいません、言いたいことがね。どうぞどうぞ。番外編で2つあって、うん、プレー以外で良かったなって思ったところが、葛西、うん、選手がやっぱり記者会見の時に、うん、すごくいろんな選手の名前を出していて、うん、そう、いろんなこの選手の役割があって、これを果たせたからチームが優勝できたんだなっていう言葉と、あとはトレイさんが怪我してしまった時に、うん、血がちょっとついてたじゃないですか、うん、あれモップの人たちが拭くじゃないですか、うん、あの時に山崎選手も一緒になって拭いてた細かなんかこういうちょっとしたところ、そう、山崎選手のツイッターとかも、うん、越谷 のファンの皆さんも、うん、たくさん来てくれてありがとうございましたっていう相手のチームに対しての配慮も素晴らしいし、うん、最後キャプテン小牧選手のホッとした後のあの背中肩に田原選手がポンポンってする、もう全体的に何が言いたいかと言いますと、もう団結力があったからこそ、信頼関係があったからこそ B1 に行けたのではないのかなと、うん、あーちゃんは思いました。以上です。なるほどね。いや、素晴らしい。あとほら、あれマイケル・パーカー選手だっけ、倒しちゃった選手をさ、こうほら立ち上がらせてこう大丈夫みたいな、その時にもあーちゃんがね、後ろ隣でねつぶやいてました、なんて優しいんだ、うん、いや、バスケット界は結構あるんですよ、うん、でもあとはトレイさんと相手のチームがちょっとこうストレスを感じるようなね、うん、ちょっとあったじゃないですか、お前ごとが最高ぐらいでね、うん、その時にマイケル・パーカー選手が、うん、落ち着けと英語で言ってるか何言ってるか分からないんですけどわわって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 こう言ってて、こういう人柄の良さですよ。そう、なんかスポーツが上手いだけじゃなくて人としても素晴らしい方々が集まっているチームなんだなって思ったら、
絶対に B1 ももっと応援するぞってなったそうだね、なんか本当に B1 に行けるなんていう話をずっと聞いていて、はいはい、私実はね本当に久しぶりにクレイサンダーズの試合を見たんですよ。言ってましたよね。そう本当に久しぶりだったから、でもほらコロナでも全然勢いなんて衰えてないじゃないかと思って、うん、そうですよ、もう本当にすごい熱いね時間を過ごさせてもらって、やっぱねちょっと時間があれだけど、ちょっとスラムダンクをね私見てたから、うん、スラムダンクってさ、こう何秒間の出来事を何十分にもわたってこう描くわけだ。そうですよね。でも本当にそれだなって思いました。見たことないんですけど、もう全然ね、うん、なんかもうこんなに早く時間がまだ30秒しか経ってないじゃんみたいな、10分が長い、うん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 、本当に長く感じたけどすごく楽しめたので、ちょっとこの喜びは皆さんにお伝えできてよかったです。美咲さんはバスケット群馬クレイサンダーズにハマりましたか？ハマりました。やったー。多分これを求めてると思うんですよ、うん、まあ、時間までなんですけど、うん、やっぱり阿久澤社長も言ってたんですけど、うん、今のこう若い世代の子たちに、うん、ね、ファンになってもらわないと今後この後10年後20年後って考えた時にね、うん、やっぱ層とかが、ね、うん、ね、変わるって言ってたからね、言ってましたよね、うん、なのでやっぱり昨日もスタジオっていうか、うんと、うん、なんていうんですか、そこ体育館を見てみると、うん、小さなお子さんから家族連れ、カップル、男女関係なく年配の方まで、うん、たくさんの方がね、うん、来られていたので、うん、美咲さんこれを見ると地域に密着してるなとも思いますよね。いや密着してるなと思うし、本当に人が多い、なんていうの、多いって言ったらいいんじゃない、年齢層でこうすごい熱いっていうのはすごく感じた。そうですね、うん、でまた今後、まあ、B1 になってって、うん、あそこ その太田の方で新しいアリーナが誕生してね、うん、4面のスクリーンで、ね、また選手たちも気持ちいいと思いますよ、ね、どうするね、すごいよね、本当ですね。だって群馬のプロスポーツの中でやっぱりこういう B1 までこういう最上位に行ったのは初めてっていうのが、うん、そのニュースにもなってたので、出ましたね、とんでもないニュースだったんだと思います。本当ですね、はい、まあ、今回はこの B1 でたくさん盛り上がりましたが、うん、B2 の優勝今週ですよ。まだあるんですねそう、まだ優勝してないからねそうです。なので、ね、皆さん今週土日月と、まあ、月はないといいんですけどね、うん、B2 の優勝が決まる試合が太田の方で行いますので、皆さんね、まあ、行かれる方もいれば中継で見られる方もいらっしゃると思いますので、うん、ぜひそのね興奮するあの状況をみんなで応援できたらなと思います、はい、というわけで今日は群馬クレイサンダーズの特集でお送りしていきましたいっぱい話して、ね、できたね、楽しかったですね、楽しかったですね本当にね、皆さんお疲れ様でした。おめでとうございます。おめでとうございました。担当は磯日彩香と目崎のぞみでした。それではまた明日もお会いしましょう。せーの、さようなら。素敵な午後は